ピーマン5個、こちらを小さめにカットしていきます。しめじ、こちらもカットしていきます。油揚げ、ピーマンと同じサイズにカットしてください。大葉、こちらは細切りです。ごま油、ピーマン、油揚げ、しめじを炒めてください。白だしです。炒めた具材を入れ、こちらの時に炒めた具材を取っておいていただいて、後から乗せると食感も楽しめます。ごま、ちりめんじゃこ、かつお節、大葉を乗せて